はい、皆さんこんにちは、畑野由和です。今日はですね、大胸筋下部の選択的トレーニングをご紹介したいと思います。大胸筋はこのように主に上部、中部、下部と主に3つに分かれます。まあね、マニアックな方ではね、この3つをさらに内側と外側と分けたりする方もいらっしゃるんですけども、まあ、大体中級者とも初心者から中級者では上中下分ければ十分だと思います。で、今日はですね、この大腰筋ですね、大胸筋でも下の下部繊維を優位に鍛えるトレーニングをご紹介したいと思います。で、大胸筋は、まあ、この、ね、図のように大胸筋下部は上腕からこうね、斜め下、まあこの胸骨から言ったらこう斜め上方向ですよ。こういう方向ですね。こういう方向に向かっていますね。で、大胸筋上部は、まあ、鎖骨の半分、2分の1から上の方なので、ここからこんな感じですね。大胸筋上部は斜め上方向。で、真ん中の大胸筋の中部は、まあ、胸骨からこの真横方向ですかね。で、下部はさっき言ったようにこのようになります。ですので、まあ、筋肉は基本的には伸びて縮みます。しっかり伸ばして縮めることがすごく大事です。なので、大胸筋下部、このチューブを大きく伸ばして大きく縮める。大きく伸ばして大きく縮めば十分、効いてきますので、このね、状態をどれだけどうやって作っていくかが問題なんですけども、大胸筋下部はこういうね、こういう方向ですので、腕の骨を、ちょっと肘が曲がってますね。こうですね。このように外転伸展という動きです。ここで分かりますかね、筋肉がすごく伸びます。外転伸展ですね。外転から、まあ、水平伸展と言ったりしますけども、外転からこの動き、水平伸展で筋肉が一番伸びます。大胸筋の上部はこういう方向なので、伸ばそうと思ったら後ろですね。大胸筋上部はこの状態から伸展、ちょっと外転していくと伸びます。よくね、こう胸のストレッチとかって言ってこう伸ばして進みますけども、これは大胸筋の上部をストレッチしていく。で、大胸筋下部はこういう方向、こういう方向ですので、外転から水平し、ここで筋肉がめちゃくちゃ伸びます。めちゃくちゃ筋肉がこの状態からぐーっと入りますか。この状態に行くとすごいストレッチがかかって、ここから縮ませたいので、こういう感じですね。ほら、ここすごい縮みますよね。この状態しっかり伸ばして縮ませる、こういう方向ですね。で、よくケーブルクロスオーバー、このね、このケーブルで体を前傾してギューってやったりしますけども、これはどちらかというとこの水平内転っていう動きに近いですので、まあね、大胸筋の下部っていうよりも、もう下部むちゃくちゃ入るんですけども、どちらかというとチューブになります。こういう状態からこうなので、イメージ的にはこのコツクで言うとこういう動きになります。こういう動きになります。で、大胸筋下部はでもここまで来たりする。ここまで行くとすごいストレッチがかかります。ここからこんな動き、こういう方向ですので、こういう動きしたいので、今のやり方ですとまだね、ちょっと不十分なんですね。この体を前傾にした状態でグッと締めるのでは不十分で、体をこの状態です。この状態、肘を上げます。で、伸展ですね。ここから内転気味にグッと縮めていきます。で、開いて外転伸展ですね。外転伸展、しっかり伸ばして締める、外転伸展で締める、外転水平伸展から斜めに締めるという動きで、筋肉がこう縮んで、一番縮んでいきやすくなります。イメージ的にはこの大胸筋下部はこの内転ですね、外から開いて外転位から内転っていう動きがすごくね、外転位から、ね、強いので、こういう動きよりは内転
を意識しながらやると大胸筋下部にすごく効いてきます。で、まあね、前の鏡を見てもらうとイメージ、今僕の上腕見ますかね、上腕が床と水平、水平よりも少し、ね、上腕を上げる感じですね。こうじゃないですね、こうやって締めるので筋肉がそんなに伸びてませんので、これではなくて上腕を床と水平よりも上げて、で水平して後ろですね、こうならないように水平して、で胸張ったまま胸が垂直されたのを感じたら締めるという動きですね。床と水平よりも肘が高く、上腕が高くした状態でストレッチした時から、ストレッチした状態から締める。これで大胸筋の下部が収縮して戦略的に効きます。大胸筋の真ん中に少し下部から真ん中アプローチしたい時にはこの状態でこういう動き、これはね、下部だけじゃなくてチューブもね入りますんで、かなり入りますんで、下部をすごく入れてここのねカットを出したい、カットを出したいっていう場合はあんまり前傾しすぎないように上げて締めていく、内転を意識しながらやっていくと大胸筋下部でもっこり出てくるかと思います。これはね、男性の胸筋トレーニングではすごくいいかなと思いますし、まあ、女性でもねちょっとこの下をかっこよく見せたりきれいに見せたいならおすすめです。で、下部の場合はこの状態からなかなか効かせるのは難しいので、おすすめはこのケーブルか、あとはねディップスですね、ディップス、まあ懸垂の懸垂バーの棒ですね、懸垂バー持ってディップス、このディップもこれも体がこういうふうに前傾させると、まあ、ダンベルプレスみたいになりますので、ここから曲げたところから体に、ね、なるべく反って押す、この肘がコーナーにならない前腕を垂直にした状態で押す感じ、内転、外転から内転ですね、内転を意識しながらディップを行うと下部がキャッと、ね、入ってくると思います。このケーブルは、ね、かなり筋肉の伸長感も分かっておすすめですので、ぜひ、ね、やってみてほしいなと思います。またね、大胸筋上部チューブのトレーニングをではまた紹介したいと思いますので、またぜひ、ね、チャンネル登録していただければと思います。また明日お会いしましょう。さよなら。